徳大寺金継は平安時代末期から鎌倉時代前期の苦行。かには十一位、左大臣。署名は工事。野宮左大臣とゴース。日記に宮園樹記がある。樹影2年12月に助赦して、以降累進して、自重、微善助、右この絵少将、右この絵中将などを経て、研究元年三議となり、苦行に列する。 金継ぐの兄二人は創生し、自身も病気がちとなった父の実弟が、自身の左大臣辞任と引き換えに残された、金継ぐの参議人官を、後白河法王や九条金座ネラにこうて認められたものという。研究六年、後鳥羽天皇の中宮の、九条秀子の中宮の大部となる。伊予言森、県中納言、佐衛門ただし、県別党などを経て、県人二年には、 皇太子守精神脳の東宮県大部となる。同年、正式な中納言となる。元旧元年に、県大納言、さらに県永元年大納言となった。さらに正式な東宮大部となる。上限元,元年右近衛大将に任じられる。上限三年、正二位内大臣となる。上限四年に、右近衛大将を辞し、権略元年右大臣となり。 憲法3年に辞職した。上級3年に、さらに、上王を3年、一条と、なし、ついで左大臣に任じた。下六元年、11位に上され、同3年、講じた。古今著文集の情報源として、特大寺金継ぐのサロンが大きく関わっていたと、言われている。金継ぐの両親は共に、上西門院に仕え、助爵はその補給による。 さらに同月に自重に認ぜられ、翌月には再び女院の呼吸によって、15以上に助せられている。中村文、後白河院時代家人伝の研究笠間書院、2005年、ISBN4 から305702967、53から54ページ科医学の、気泡東、アジア科医学会、リンセンバーク湖、リミテッド、2003。ありがとうございます。